言っちゃうよ。はい、どうも皆さんこんにちは、もりもりです。はい、お久しぶりです。今回なんですけども、今回は本当は教えたくないけど、みんなに動画まだしてないから教えちゃいます動画はい、ごめんなさい、すんごいグだった。はい、今回なんですけども、今回は、はい、テーマ、皆さんにあまり動画出してないので、申し訳ないから本当は教えたくないけど教えちゃうぞ、無料写真素材コーナー、イエーイ。ということで、はい、最近ね、思うことがあるんですよね。まあ動画出せてないなと。1週間に1回も出せてない、2週間に1回さえももう出していない状態になってきています。すごいね、ちょっとサボりすぎちゃうかという話なんですけども、まあね、その話はちょっと動画終わってからにしますね。さっきまず紹介しろよと思ってる方がいると思うんで、もう早速ね、紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、やってきました。早速なんですけどもね、こちらのサイト、オーダンフリーフォトっていうサイトになってます。これが、まあ、世界中の世界中の無料写真素材の中から理想の1枚を探すということで、ここで検索した画像をいろんなサイトから探してくれるサイトになってるんです。言ったら、まあ、斡旋業者みたいな、飲食店とかで言うその呼び込みみたいな、キャッチみたいな感じですね。その人に言ったら、このサイト、このサイトから、いろんなサイトに今、飛んでくれるよというようなサイトになってます。こちらね、日本語と英語どっちでも検索することができるようになってて、まあ、それが結構強いんですよね。基本写真のサイトとかやったら英語で検索することが多いんですけど、まあ、日本語で打っても英語で翻訳してくれて入れてくれるんで、まあ、英語わかんない時でも日本語で打ったらいいよという感じです。じゃあ早速使い方の紹介していきますね。今回日本語でやっていきます。まあ、ここに検索ワードを入れたら探してくれるんですよね。まあ、上にも書いてるんですけど、41サイトから無料写真素材を検索してくれるということで、まあ、ド定番なんですけど、じゃあ空を検索していきますね。で、まあ、空って検索したらかなりね、いろんな写真が出てきますよね。こちらの左側はサイトの名前になってるんですよね。まあ、一番上がアンスプラッシュで、次ピクサボー、ピクサベイ、ピクセルズ、ストックスナップでバーってまだいっぱいあるんですけど、ここでね、今さっき調べた写真が出てくると。で、このいいなっていうポイントは、まあ、いろんなサイトにつながるのもかなりいいポイントなんですけど、そもそものこの写真素材の画質であったり、素材がめちゃめちゃいいんですよね。はっきり言って、綺麗という感じです。まあ、一通り見ていっても、画質もいいし、いろんな種類の空があるしっていう風に、かなりね、僕的にすごいおすすめなんですよね。で、まあ、そのサイトが違えば写真のね、そのなんか雰囲気、テイストもまた違って、本当たくさんあるなっていう印象です。で、まあ、それぞれのサイトについては、もしかしたらね、以前ね、建築学生に向けた、おすすめサイトでもこのピクセルズやったら紹介したんで、それぞれについては知ってたよっていう人もいると思うんですけど、このオーダン自体を知らなかったって人はかなり今回で検索の幅が広がるんじゃないかな。知ってると知らないの間にはね、無限ぐらいの、その差があると誰かも言ってたんで、まあ今回はね、本当は教えたくないサイトについて紹介していきました。で、まあもちろんね、写真の保存もできるし、で、なんといっても商用利用が可能な写真を出してくれるんで、建築学生以外でも、にも役立つような、大人になっても使えるのかなっていうふうに思います。はい、ということでね、写真のね、サイト自体はあんな感じの、紹介になりました。それでは、今回の動画も良かったよと思った方はチャンネル登録と高評価と、いつも見てくださっている皆さんはコメントもね、お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。Me do my two step.